エシカル消費について考えていませんか。我々はポイ捨てした本人に直接取材した。すいません、どうしてポイ捨てしたんですか。別に良くないですか。よし、こっちにしよう。はい、こちら商品です。マイバッグに入れます。人、社会、環境を思いやってみませんか。現役大学生が考える明日からすぐにできる地球に優しいエシカルな生活。その1、家を出発する前に天気アプリをチェック。傘が必要か考えて、とりあえず折りたたみ傘を持ってお出かけする。使い捨てのようにビニール傘が捨てられ、リサイクルが不可能なので折りたたみ傘を持参して不必要な購入を防ごう。その2、手を洗ったらハンドドライヤーは使わないで自分のタオルで手を拭こう。節電につながります。あと、ハンカチ持ってる女の子女子力高いって言われます。その3、使用していない部屋の電気や冷房はこまめに消しましょう。扇風機も忘れずに。一人のちょっとした地球を思う気持ちでエシカルな生活は送ることができます。明日からすぐに始めてみませんか。
エシカル消費ってなんだろう。皆さんはどんな未来を望んでますか？私は地球に優しい綺麗な世界を望んでます。環境のために何かできることはないだろうか。その時に出会ったのがエシカル消費。エシカル消費とは、人や社会、環境に配慮した消費行動のことです。皆さんはエシカル消費できているでしょうか？最近ではマイバッグの持参が多くなってると思います。このように少しずつエシカル消費が広がっていくといいです。せっかくなら地域のものを、あなたにもできるエシカル消費。